のテレビ局でバイトをしていた、うん、バイトじゃないな、仕事をしていた女性から話を聞いたことあるんですけど、うんうん、テレビ局の社員ってそういうのばっかりだって言ってましたね、うん、とにかく、うん、女がいれば誘うし、うん、あのそういうもう平気でいろんなそう当たりこう、うん、とにかくあの手当たり次第誘って、うんうん、あのそういう文化というか、うん、テレビ局自体がそういう人間ばっかりいるっていう、うん、ことを言ってました。どこまで本当かわからないですけれども、うんうん、あの、まあ、テレビ局で働いてる人間自体が、うん、自分たちモテる人間だと思ってるっていうのがあるから、うんうん、あのまあ、エリートだから、うん、だから声かけたら当然寄ってくる女も多いだろうと思って、うん、こう AD やら何やらこう周りにいる人にビシッバシ声かけてるという、うん、そういう文化だというふうに言われたことあるんですけど、うん、そう思えばそういう流れかなという、うん、ありすぎでしょ、うん、はい、甘いんですよ、そういう会社なんだと、うん、はい、フジテレビのプライムニュース二大週分、はいはい、週刊文春、はい、これもですね、ソリマチキャスターパワハラっていうのをやりましたけど、はい、今度あの BS プライムのですね、うん、松山キャスター、はい、これもですね、そうですね、愛人に告白されてます、はい、うん、困ったもんだね、しかしね、フジテレビはボロボロですね、うん、はい、まああのショーン K のね、うん、あの経歴詐欺があって、はい、あと秋元由里アナウンサーの不倫、あの竹林不倫もあって、うん、はい、でその後プライム交番プライムの遠坂純一さんの、うんうん、決まってたのに降りちゃった、降りちゃったっていう、うん、あれもセクハラですよ ね、 そ, うね、それで今度反町さんになってるんだけど、うん、この反町さんもそうじゃないかという、反町さんはパワハラですけど、ね、パワハラですね、はい、で反町さんの後任の BS の松山敏行、はい、さん、うん、これがまたセクハラだ、はい、セクハラっていうか、ですね、はい、もうめちゃくちゃですね、はい、私は断ってタクシーに乗ると彼も後部座席に乗り込んできたのです、うん、手を握られキスをされました。さらに下半身を押し付けてきたので腕で身を守りながらダメですよとあしらっていました。私が降りると彼もついてこようとしたので慌ててタクシーの運転手さんにこの人お願いしますと言い残して逃げましたとかね。でいつの間にかでも彼のマンションに泊まるようになってですね、はい、なっちゃうんだよね。私は30歳が近くなり結婚したいと考えていました。次第にこの人ならいいかなと思い、うん、彼のマンションに泊まるようになったのです、はい、まあね、はい、そしたら結婚してたっていうことが、うん、実際結婚してたんだよな、はい、分かってきたと、うん、だからすごい押されたから、そう本当は嫌いだったけど、うん、付き合うようになって、うん、まあ、結婚してもいいかなと思うようになってきたら、うん、結婚してたと、向こうが、はい、結婚して子供もいる、妻には浪費癖があり別れようと思っていると平然と告白したと。その後彼女にメッセージが、松山氏と10年の付き合いだという彼女からでした。メッセージの中身はいかに彼女が松山さんと親密か書かれており、都市を惑わさないでと、その後松山さんから電話があり、よくわからない女性から連絡が来ると思うけど知らないで通してと頼まれました、はい、だからね、めちゃくちゃだねこの人、はい、他にもいるという、うん、はい、富士は大変だねこれ、なんでそんなになっちゃってんだろう。そうですね。